火山に詳しい専門家は、ＡＮＮ の取材に対し、富士山は影響を受けないと説明しました。これはあの富士山の噴火とは全く関係ないですね。あのしょっちゅう今までもしょっちゅう起こってる地震で、それであの富士山はなんか影響を受けるというようなことはありません。少し大きければね、富士山自身が揺さぶられて落石が起こったりっていうようなことがあるかもしれませんけど、火山としての地震でしたらね、もっと 富士山寄りのところで、えー、あの起こるだろうと思われますしそれからそれに伴ってあの深部低周波地震っていうようなもっとあの周波数の,あの波長の長い地震があの増えてきたりとかですねそういうことが見られますけれどもあの今は特にそんなことは起こってません。